皆さんは日本の農業を支える大切なパートナーです。これから日本の農作業安全について事例を交えて紹介します。雇用主の方とともに安全で正しい作業をしっかりと身につけてください。日本の農作業中によく起こる事故は大きく4つです。これらの事故は決められた手順を守り、環境を整えることで防ぐことができます。皆さんが事故を起こさないために、安全な農作業の第一歩として、本ビデオの内容をしっかり理解してください。安全に働くためにはルールがあります。ルールと手順を理解して作業してください。話を聞かないと知識が身につきません。事故を防ぐために説明をしっかり聞きましょう。お互いに安全チェックをしましょう。作業場所を清掃し、整理整頓をすることが安全作業の入り口です。片付いていない場所では転ぶ危険があります。整理整頓されていると、道具がどこにあるかすぐに分かります。日々の健康を保つには、規則正しい生活習慣を守ることが重要です。夜遊び、夜更かしをしてはいけません。しっかり睡眠をとりましょう。気温に合わない服を着てはいけません。寒さを防いだり、熱中症を予防するために気温に合わせた服を選びましょう。野山のものの中には体に悪いものがあります。勝手に食べてはいけません。わからないものは雇用主に相談しましょう。安全に働くためには体調の判断と報告が重要です。体調が悪いときは無理をしてはいけません。
体調が悪いときは遠慮せず相談するようにしましょう。安全に農作業を行うには、事故を防ぐ正しい服装で作業することが重要です。服装は乱れなく着用しましょう。乱れた服装は機械に巻き込まれる原因になります。作業中にはさまざまな危険があります。危険から身を守るために保護具をつけましょう。草刈り機は雑草を刈り取るために使用します。高速で回転する刃がついているため、本内容をしっかり理解して作業を行うことが重要です。障害物に接触したり、見えない穴に落ちる危険があります。作業前に障害物を取り除きましょう。草に隠れている構造物をあらかじめ確認しましょう。作業者同士近づきすぎてはいけません。2人以上での作業はお互い十分に距離を取りましょう。斜面での不安定な姿勢が最も危険です。足元を踏み固め、体勢を安定させましょう。鼓段を利用して足場を安定させましょう。エンジンを止めないと草を取った途端刃が回転することもあります。面倒でも必ずエンジンを止めましょう。耕運機は畑の管理を機械の力で行う装置です。土を起こすために回転する刃がついているため、本内容をしっかり理解して作業を行うことが重要です。
ゆっくり回転させて耕しましょう。早い回転で耕すと耕運機が急に動くことがあります。交代するときが特に危険です。後方を確認しないとちょっとしたものでもつまずきます。交代するときは後方の足元をしっかり確認しましょう。後方を確認しないと障害物に挟まれる危険があります。交代するときは後方の障害物をしっかり確認しましょう。軽いと思って無理をしてはいけません。ブリッジを使って積み下ろしをしましょう。高いところとは地面から少しでも高い場所を指します。トラックの荷台やちょっとした段差でも転倒した時には大きな事故につながる可能性があります。トラックの荷台でも転落の危険があります。高いところでは必ずヘルメットをかぶりましょう。脚立は通常では届かない高い場所での作業に用います。高所での作業になるため次のことをしっかり守りましょう。開脚防止チェーンをかけましょう。両足で体重をかけて踏み込み、脚立を安定させましょう。脚立から身を乗り出してはいけません。脚立の位置を変えて作業しましょう。天板に乗ってはいけません。作業をする高さに合った脚立を選択しましょう。片手で重いものを持って上り下りしてはいけません。両手が使える工夫をしましょう。
はしごは天井部より出して立てかけましょう。倒れない工夫をしましょう。紐で縛って固定しましょう。腰痛は中腰姿勢で長時間作業を行うと発症しやすく、また無理をすることで悪化させてしまいます。いくつかの作業姿勢を組み合わせ、合間にストレッチをしましょう。背中を曲げて持ち上げると腰に負担がかかります。腰を落とし、荷物を体に引きつけて持ち上げましょう。無理をして運んではいけません。二人で運びましょう。小分けして運びましょう。雇用主に相談し、早期に受診しましょう。気温が高く、汗がたくさん出るときは、熱中症の予防をしましょう。水分と塩分の補給がとても重要です。一度に多く水を飲んでも予防になりません。喉が渇かなくてもこまめに水、塩を取りましょう。日陰を作る工夫をしましょう。園芸、畑作作業は腰痛や大型農機との事故に注意しましょう。無理な姿勢で作業してはいけません。姿勢が楽になる工夫をしましょう。
大型納機のオペレーターから見えない位置に近づいてはいけません。近づくときはオペレーターに合図をしましょう。荷重作業では無理をしないことが重要です。体力任せで作業してはいけません。できるだけ機械の力を使いましょう。畜産の作業では動物への接し方、腰痛を防ぐ工夫が重要です。牛の背後から急に近づいてはいけません。声をかけながら優しく近づきましょう。嫌がる豚を無理に押してはいけません。動く豚から順番に誘導しましょう。同じ姿勢を続けてはいけません。休憩時にストレッチをしましょう。農薬は成分によって体に悪影響を及ぼす場合があります。直接肌に触れないようにすることが重要です。農薬に直接触れないようにしましょう。素手で農薬を混ぜてはいけません。農薬を混ぜるときは道具を使いましょう。石鹸で農薬を洗い流し、洗濯で衣服の農薬を落としましょう。作業中に次のようなことが起きたときは緊急の対応が必要です。大丈夫と勝手に判断して放置してはいけません。すぐに雇用主へ報告をしましょう。火を取り扱うときは
大きな火事にならないよう十分警戒します。火から目を離してはいけません。消火用の水を用意しましょう。慣れない生活の中では、時に悩むこともあるかもしれません。一人で悩んではいけません。一人で抱え込まず、周りの人に相談をしましょう。安全に作業を行うためには、皆さんの理解と正しい実践がとても重要です。このビデオで紹介した農作業安全の内容をしっかり理解し、身につけてください。皆さんの健康と安全が私たちの願いです。